はい、皆さんこんばんは、みなとです。スーパーファミコン、ファイアーエムレム、紋章など、暗黒戦争編のパート33やっていきましょう。第1部9章終わらせたいね。はい、バスでいらっしゃい。こいつの射程を知りたいのか。こいつも銃なのか。わからん。はい、キョンさんいらっしゃい。一旦終了するか。あ、爆撃してこない。なぜだ。この勝利エンドというか、勝利の BGM かかってるとこいつら攻撃してこないのか。よくわからんが、まあいいか、進軍しよう。シーダ以外はとりあえず突っ込ませていいかな。あ、でもこいついたの。買い物係で終わってたわ。そういえば。あ、撃ってきた。マジか。撃ってくるんか、やっぱり。何を基準にそしたら攻撃してくるんだ。ああ、守備を超えてるのか。こいつは攻撃7しかないからな。こいつはよくわからんけど、こいつ潰すか先。は、一撃で終わってしまった。しかもレベルアップがあるタイミングだぞ。やってしまった。防御6以下ね。次撃たれ弱い。わら。撃たれ弱かったね。射程確認で。ああ、とりあえずここに置いてみよう。で、こいつ10マス目。必殺上がりって言葉知ってる？技幸運武器レベルが上がりやすくなるんですよね。4個目さんいらっしゃい。これで予想見よう。
こいつら突っ込ませて。そうだね。乱数でそうなりやすい。そう、なんか上がりやすさが。その3つが上がりやすくなるっていうのは聞きましたね。あ、こいつも防御低いな。こいつも1くらい。大体誰を狙ってくるか。こいつ5くらい。さあ、誰狙ってくる？あれ、狙ってこない。射程そんな長くないのか、こいつ。8でダメだったね。これでどうだ？撃ってくるか。あ、撃ってこない。わかんねえ。こいつ射程なんなんだ、一体。お高もっと短いとか？これで撃ってこなかったら、わかんねえな。あ、撃ってきた。4マス。4マスくらい。4マスで撃ってくると思う。まあ、5マス以内かな。そんなに短いか。わからん。で、倒すか。どうしよう、誰で倒そうかな。ゴードンでいいか。あ、間違えた。そうじゃない。普通の弓2回で倒せるか。で、この鉄の弓はもう、お払い箱だな。よし、制圧だ。ニーナ様、ご覧ください。パレスの王宮です。あ、パレスだわ。嬉しい。やっと帰ってきたのですね。でも、お城にはまだ多くの騎士たちが囚われているはずです。早く助けてあげたい。わかりました。敵の援軍が来ないうちに、城に突入しましょう。城内戦か。城内戦か。城内戦か。イケボありがとう。城内戦はね、大変だね。嫌な思い出が蘇る。第一部10章、アカネイアパレス。だね。この地方にあった多くの都市国家が統合されて、アカネイア西王国が生まれたのは600年ほど前のことである。建国王アドラ一世は神から託された三種の神器、かっこ武器を持って、大陸統一の聖戦に挑んだという。折り返し戦。ここで折り返しなのか。それ以来、アカネイア王国は神に守らしく
西王国と呼ばれ、王家の血筋は人々に尊ばれてきた。近年になって相次いで6つの王国が独立できたのも、アカネン屋の援助があったからに他ならない。その偉大なるアカネン屋の聖都パレスに、マルス王子は今、初めて足を踏み入れようとしている。あの右の盗賊みたいは何だ？そしてマムクートがいるなぁ。マムクートがいるぞ。こいつら、とか柱も普通に移動できるんか。で、ここ。ラグのハゼと聞いて。はい、9個目さんいらっしゃい、こんばんは。やるときまで今のナレーションを覚えておくといい。おぉ、そうなのか。ダブルハゲ、ダブルハゲって誰だ敵か味方に出てくるの。ここに1個だね。ここ魔導士が。あ、でも、司祭か。お、あ、こいつがボスか。ここが玉座か。ボルガノンのショットか、初めて聞いたんだ。あんで、まだスナイパーがいるよ。あんで、ジェネラルがとうとう出てきた。チュピ17とか。そういうことがわかる。歴史ってそういうもんだよね、的な。ああ、そうなのか。へえ。宝箱いっぱいあるな、ここ。なるべくワープを使わね、ここから始まるっぽいよね。だ、速攻で行って、その時歴史が壊れた。この盗賊を先に潰す感じだな、速攻で移動して。歴史が壊れた。何があったんだ。で、こいつも注意だな、カリュー。エルファイヤーか。あ、こっち普通のサンバか。ソルジャーな。あ、騎士勲章持ってんじゃん、こいつ。そう、こいつら銀の槍持ちのソルジャーかよ。頑張ろう。アイテム整理からだね。あれ？なんか持たせてたやつあった。ソルジャーは序盤だと意外と攻撃力高いんだよな。そう、攻撃力高くて闘技場でもね、避けてたね、ソルジャーは。あいつらはね、嫌いだった。盗賊と同じタイミングで出てくるからね。あ、リンダか。リンダが、パワーリングを持ってるはず。これ誰に使うかだなぁ。上がりづらいマルスかな。あ、こいつ銀の弓かっぱらったぼ。リンダリンダ。リンダリンダ。はい、じゃあ渡すか。懐かしいね、曲がね。あ、違う、アルゲル。あ、鋼の剣こいつ使わないだろうから、しまっとこう。鉄シリーズはまあまあいらないかな。こいつはまあ戻しとこう。ここ何体出れるんやろ。なるべく移動力のあるミネルバ出せたらいいな。あ、違う、こいつ移動力下がってんのか。7、そうか、ナイトのままか。そうか。そしたら移動力高いの傭兵の二人か。傭兵かマルスだけど。そろそろ一軍メンバー選抜しないと、ね。一応、この1ページ目が一軍メンバーですね、一応。
ここが主に1軍メンバーで、あとはまあこのマリアとリンダあたりかなーって。で、抜かすとしたら、ハーディンとミネルヴァかな？かな？かな？ミネルヴァは多分、今だけかな、使うのは。そんな感じですね。あー、で、ゴードン。どうしよう、一応鉄の弓持たせた方がいいのかな。あ、でも歌詞も持たせてなかったっけ。あ、持ってるのか。そうか。じゃあ一応鉄の弓持たせて、ここタガレの弓は19あれば十分かな。で、他もそこまで減ってるな。鉄の剣が減ってる。こいつが減ってる。あ、でもまあいいか。鋼の剣でなんとかなるかな。あ、で、こいつらも、鉄の剣にするか、鋼の剣にするか。一旦預けるか。めんどくさいけど。ナイトになれるユニットは最終的にナイトになってからレベ上げした方がいい。なんだっけ。なんか前、別のリスナーさんかな、聞いたような気が。したり、しなかったり。どうだったかな。なんか言ってた気がしますね。なんか、ナイトになった方が能力、が落ちるから、上限値が上がるんで。Sナイトからナイトになるとステータスが下がる。ですよね。だから、その下がった状態のナイトでやった方が上限値が上がるよ、みたいな。上限値があるというか、降りた時の能力が上がるっていうことなのかな。アーマーキラーは傭兵の二人持ってるからいいかな。上限に達したまま馬乗るとそこから捨て上がらないだっけ？なんかそんな感じの説明をなんか前誰かがしてくれたような気がしますね。おーと、ジュリア。そしてネタバレになるけど最終戦は白内戦になるから下馬して戦うことになる。なるほどね。てかこいつ武器ないじゃんな。まあね、と、あと、ちょっと、この辺の使わないやつ、ちょっと、鉄のは別にやねえや。鉄の剣をちょっと拝借しよう。鉄の弓も取っとけね。で、ミネルヴァに、鉄の剣。あと誰かにドラゴンキラー持たせっか。ドラゴン出てくるしな。誰がいいかな。
だからこのゲームは剣を多めに買っといた方がいいですね。なんで剣はね、だいぶ多めに買ってますね。そしたら、アベルをドラゴンキラーにしとこう。名前と色的にね、なんとなくドラゴンキラーが緑色の、あーだよね、降りた時やり使うのこいつだけだもんね。あとは大丈夫かな。あと魔法は大丈夫か。杖も、あれ？マリア？あ、マリアか。あ、こいつマリアか。そっか、マリアは使う予定がなかった。あ、でも、ウェンデル使うくらいだったら、マリアあげた方がいいか。でも、こいつ、攻撃にも参加したりするからな。でっか。多分ズバゼンさんでは城内でも馬乗り回してたのにな。そうなんですよね。新作になればなるほど城内でも馬乗れるんですよね、確か。で、確かこれの、DS か 3DS のリメイク版の紋章の謎も、新暗黒戦争編？暗黒竜？だと確か乗れましたよね、城内と。だった記憶があるけど。ウェンデル。そうなのか、覚えてないな。ウェンデル。ウェンデルよりマリアあげた方がいいのか。でもこいつな、賢者ポジションだからな。乗れるよね、やっぱりね。その方がいいよな。どうしよう、ベンデル出すかどうかが決まらんな。とりあえず記録して何人出れる ?10 人か、少ない。少ないぞこれ。ゲスト多い、もしかしてこのショー。10人か。こんな感じか。あ、でもジュリアンいるな。ジュリアンいるな。あ、でも最悪マルスがいれば宝箱を開けられるのか。ウェンデルよりマリクかリンダがいい。レナモックすると攻撃できる。CC ってなんだ。そう、ウェンデルよりはマリックか、リンダですよね、攻撃するから、ね。クラスチェンジ。あ、クラスチェンジね。そう、レナも司祭になれば。クラスチェンジ。クラスチェンジだね。で、シスターと魔導士が司祭になれるんだよね。確か。一応回復はレナで、攻撃マリックで、で、予備がリンダかなぁ、という感じでいたんだけどね。で、マリアはサブのサブみたいな。一応この人専用のオーラがあるからな。リンダワックするとパンチラが見れないので、そのままにする人もいる。パンチラが見れるの？魔法映像の時、そんなんあったっけ？見てなかったの？どうしよっかな？あと一人か。ジュリアンを入れるべきかどうか。あれ、ちょっと待って。終了まであと5分になりました。扉の鍵って、一箇所でしょ？
ここも開ける必要あるのかな。開けるんだったら2箇所でしょ。2で3か。ここはきっと開ける必要ないな。やっぱりどうしよう、誰出すかな、誰を出さないかね。マジでどうしよう。ああ、の前に、扉の鍵を回収しとこう。渡す。あるっす。あ、これスタックしないのね。当然か。終了まであと3分になりました。あとはまあシーダにもう一個か。シーマ様。シーマ様はいないな。シーダ、発音悪かったな。やっぱジュリアン抜くべきだよな、このメンズだと。移動の低い動画を抜くか。ぶっちゃけこのゲームレで上げ回数が重要だから上級職で仲間になると弱く感じる。そうなんですよね。最終的な能力値がね。よし、とりあえず、レナで行ってみよう。あ、で、やっぱ、そこにいるのね、人が。ワア様、この城内の慌ただしさは一体どうしたのでしょう？大陸一の弓使いは、微妙だったな、わら。あの人ね。うむ、多分ニーナ様が解放軍を組織して帰って来られたのだ。え、本当ですか？それなら私たちも助かるのですね。しかし、ミディア、まだ安心はできぬぞ。こうなった以上、敵も我らを生かしてはおくまい。武器を持たぬ我らにはどうすることもできないのだ。でも、ポア様、これでやっとアカネン屋から敵を追い出すことができるのです。たとえ私たちが倒れようとも、私は食いることはありません。ふふ、相変わらず気の強いことじゃな。しかし、お前が死ねば、アストリアは悲しむぞ。ミディア、マチルダさんが乗っている飛行機ね。そうね。まだ手に入ってないけど、上昇率 30% オフのアイテムがある。そうそう、なんかそれを手に入れてから本格的にレベル上げた方がいいよっていうので、前もレベル10までで、一応、闘技場でのレベルアップは止めてましたね。はい。私もあの人だけにはもう一度お会いしたかった。それだけが心残りです。ああ、そうなんか。うちは、シータが、なくても完走しそうな勢いだ。ならばミディアよ、その思いを叶えるためにも最後まで頑張るので、決して諦めてはならぬぞ。あ、次枠行きますね。時間だった。